ていくよ。下がるわ。ねえ、逃げよう。ライム、誰か助けて。しまった。一旦立て直す。無理。ごめんなさい。読み違えたか。ヤズキ、そう。人の縄張りで好き勝手してくれて、ここは私の学校よ。一体誰の許可を得て暴れ回ってるの？失せろ。人は愚かで身勝手で、そして弱い。だからこそ私が見守り、導いていく必要がある。過ちは防ぎ、欲望は裁き、罪には応報する。綺麗なものも汚いものも全部まとめて、受け入れると決めた。だから、この場所は壊させない。私が全て守ってみせる。やったことは許せないし、理解できる気もしない。でも一つだけ、根本の部分に同じ思いがある気がする。私は私たちの居場所を守りたい。この世界を守っていきたい。もうあなたは聞くまでもないわ。私は私のクラス、学校、世界を守る。ずっとそうしてきた。これからだって同じよ。じゃあ検証、あいつを倒すのを手伝ってくれる？あなたと一緒に、あれを倒せるの？マオが。いいわ、協力したい。すごい力だ。
負けない。まだ余裕があるね。力を貯めて。コアが硬いわね。よいしょ。いけ。まだコアが。
面倒いけど。よし、えい、これならどう。それ、なかなかしぶとそうね。ありがとう。命令よ、死ね。これを使う。刮目なさい。まだまだ、これからだよ。いけー、しぶといな。あれ、ガードできたわね。
げる。これで頑張れるかしら。行くぞ。エーテルが少ないかも。ユズが助ける。ありがとう。あたいに任せな。おりゃー、早く決めてしまいなさい。めんどいけど、よし。えい。次はどうするつもり？行きなさい。くたばる。行くわよ。そうね、がんばれがんばれ。いけ
の一撃。一緒に行こうよ。うん、この輝き頼んだよ。あ、お願い。うん、これなら跳ね返せる。私の力のおかげってところかしら。何よ、面白くなさそうな顔ね。私のことを気に入らないんだろうけど、礼くらい言ってくれてもいいんじゃない？あなた一人の力じゃない。ひなちゃんやみんなの協力があったからできたこと。あら、そう。じゃあ次からは私が協力しなくてもいいのね。二人ともやめて。せっかく原子を倒せたんだから喧嘩しないで。マオ、ありがとう。あなたのおかげで学校を守れた。お礼を言うよ。これからも一緒に戦ってくれる？どうしようかしら。その子が今までの暴言を謝ってくれたら考えてもいいけど。冗談よ。そんな目で睨まないで。お互い今までのことを謝罪して、仲良しこよしで共同戦線とか気味が悪いわ。学校を守るためには、相入れない者同士割り切って協力するしかない。そういうことでしょ？いいわよ、別にそれで。ただし。ただし？一つだけ条件がある。文化祭の演劇の主役、あなたがやりなさい。え？なんで？だってまだオーディションの結果は。あんなもの、私をこの戦いに引き入れるための理由付けみたいなもんでしょ？目的は果たしたからいいじゃない。というか、本気で私を主役に据えるなら、他の役も半端な演技じゃ許さないわよ。全員授業なんか手につかないくらいしごいてあげるけど、それでもいいの？みんなそこまでの覚悟があるようには見えないけど。もう。というわけであとはよろしく。私は引き上げるわ。これ以上の馴れ合いはまっぴらだし。マオ！本当にいいの？あんなすごい演技、真剣に役と向き合わなきゃできないよ。本気で人魚姫をやるつもりで役作りしてたんでしょ。クラスのみんなも同じように感じてたと思う。なのに、勝負の結果も聞かず、降りちゃっていいわけ？私、あんたのことも嫌いよ、白井。本当、虫唾が走るくらい。そのアマちゃんなところが勘に触る。でも、この指輪からあなたの心が流れ込んできて、
な世界もあるんだって思った。温かくて柔らかくて穏やかで、そんな心から生まれる演技がどんなものかと思っただけよ。まあ技術面はお話にならないでしょうけど、せいぜい精進しなさい。本気であなたの世界を表現したいならちゃんと相手に伝わるようにすることね。これであと3体か。